世界一わかりやすい新NISAシミュレーション。節約マスクのお金の話。こんにちは、かおるです。2024年から始まる新NISAには1800万円の非課税限度額があります。今日はこの非課税枠を何年で埋めるのがいいのか、そして埋めるまでの期間の差によってどのくらい差がつくのかをシミュレーションしていきます。結論を先に言うと、基本的には早ければ早いほどいいです。結論だけだったら、普段から私の動画を見ている人とか、今までインデックス投資の基本的なお勉強をしてきた人にとっては当たり前ですよね。ただ、実際にシミュレーションの結果を見ることによって、どのくらい年数が違うとどのくらい差が生まれるのか。相場状況によっては、時間をかけて投資した方がいいケースも過去にはあったんじゃないか、といったこともわかりますので、一緒に見ていきましょう。今回は過去の実際の値動きをもとにシミュレーションしていきます。よく将来の資産を計算するときに使われるような、毎年 5% 上昇する場合とかではあんまり意味がないですよね。定率で上昇しかしないなら、なるべく早く投資した方がいいに決まっていますし、5% 定率上昇は株式投資では現実的ではないので、生まれた差も参考になるのかがよくわかりません。ということで、過去の値動きを使うんですけど、利用するのは私がメインで投資をしている S&P500 の年間のリターンです。360万円を5年間、180万円を10年間、120万円を15年間、90万円を20年間、60万円を30年間という5パターンで S&P500 に投資していた場合の資産が30年後にいくらになっているかで検証します。便宜上、年間の投資金額が多い方から順にパターン A、B、C、D、E と呼びます。投資をスタートする時期が同じで、投資元本は全て1800万円で一致しているという状況で、その1800万円をどれだけ小分けして入れるかで、リターンがどれだけ変わるかというのを調べていきます。今回パターンを5つに分けた理由ですけど、新NISAでは年間360万円の投資が上限なので、最速で埋めれば5年で終わります。ただ実際は最速で埋められる一般人は少ないですよね。本気で資産形成をしていこうと思っていても、毎月5万円くらいが限界の人も結構いるんじゃないでしょうか。だから今回は毎月5万円、年間60万円の場合もシミュレーションに入れておきました。毎月3万円、年間36万円で50年かけて積み立てるパターンもやれよと思われるかもしれませんけど、あんまり長くしてしまうとシミュレーションできるケースが少なくなってしまうんですよね。今回の検証では、投資開始から30年後の評価額を比較する必要があります。なぜなら、例えば15年後の時点では、パターン D と E はまだ積み立てている途中で、投資元本の金額が全て揃った状態でのフェアな比較ができないからです。今回利用するデータは、1973年からの S&P500 の円換算の年間のリターンを採用しました。30年だったら、1973年から2002年まで運用した場合のパターン A から E の最終的な資産額。1974年から2003年まで運用した場合のパターン A から E の最終的な資産額という感じで、1993年から2022年までで運用した場合までの全21ケースで比較ができます。まあ21ケースでも正直多くはないんですけど、今回は為替の影響も加味したデータで作るために変動相場制に完全に移行した1973年からのデータにしたので仕方がありません。後でデータが少ない分を補うための検証もしていきます。最後に気になる人もいるかもしれないので一応言っておきますけど、今回の検証は年初に一括投資していると仮定して計算しています。過去のデータにおいて長期間における積み立て方法では、毎月均等に積み立てるよりも、年初に一括投資した方が若干パフォーマンスは良くなる傾向があります。まあ、これについていろいろ細かく話したいこともあるんですけど、本題ではないので今日はしません。とりあえず今回の目的は、1800万円を埋める年数の違いによって、どのくらいリターンに差がつくかを調べることなので、パターン A から E の全てで年初一括投資する条件で合わせているので、検証内容に支障はありません。結果はこちらです。一番上の行を例に表の見方を説明していきます。1973年から2002年までの期間で最初の5年で1800万円を投資する A パターンでは2002年時点の評価額が1億7695万円になっていて、最初の10年で1800万円を投資する B パターンでは、2002年時点の評価額が1億7024万円になっていて、最初の15年で1800万円を投資する C パターンでは、2002年時点の評価額が1億3974万円になっていて、最初の20年で1800万円を投資する D パターンでは、2002年時点の評価額が1億2049万円になっていて、30年かけて1800万円を投資する E パターンでは、2002年時点の評価額が8890万円になっています。あら、意外とパターン A とパターン B の差が小さいわねとか、パターン C とパターン D も思ったより差が小さいぞとか、いろいろ思うところはありますよね。例えば、この1973年スタートのケースでは、第二次オイルショックが起きた時期の関係で、相場的にパターン A はちょっと不利になっています。パターン A が有利な期間を見ると、1992年スタートのケースは、パターン A が3億2309万円になっているのに対して、パターン B は2億2323万円にしかなっていません。まあ、どっちも大きな金額ですけど、1億円の差はかなり大きいですよね。その時その時の相場状況によって、どのパターンが有利になるかというのは変わっていくので、興味のある人は画面を止めて穴が開くまでこの表を見つめてみてください。さて、穴が開くまで見つめた人には申し訳ないですけど、先ほどの表を視覚的に分かりやすくグラフ化したのがこちらです。各ケースにおいて、パターン A からパターン E までの最終的な評価額を棒グラフで表しています。これを見て、一発で気づくことがありますよね。わかりますか？答え言っちゃいますよ。パターン A 大なり、パターン B 大なり、パターン C 大なり、パターン D 大なり、パターン E が全てのケースで成立している。この期間における検証では、見事に早く投資していた場合の方が全てのケースで上回っています。さっきも言ったように、どれくらい上回るかは相場状況によるので、ケースによって差が小さくなったりはしますけど、勝敗がひっくり返ることはありませんでした。冒頭で言った通り、投資をするのは早ければ早いほどいいというのが成立していることがわかりますね。先ほどの検証においては、投資をするなら早い方が良かったという結論が出ました。じゃあ、長い時間をかけて積み立てたパターンが上回ることが絶対にありえないかといったらそんなことはありません。例えば、パターン B がパターン A を上回るにはどんな値動きをすればいいかわかりますか？わかりやすいのは、6年目から10年目で大きく下落する相場ですね。極端ですけど、わかりやすい例を一つ挙げると、1年目から5年目はずっと株価が一定。大暴落して6年目から10年目も株価が一定と仮定すると、パターン A は高値で積み立てることになって、パターン B はその後の安値でも仕込むことができるから、平均取得単価が安くなりますよね。株価がスタート時点に戻った時、パターン A はプラスマイナス0なのに対して、パターン B では利益が発生しています。パターン B がパターン A を上回れる可能性はちゃんとあるわけですね。ただ、検証方法の説明で話した通り、今回は30年単位にしたせいでサンプルが少なかったので、そういう状況がこの期間にはなかっただけなのかもしれません。パターン A とパターン B だけで比較するなら、10年の期間で調べることが可能なので、勝敗をひっくり返せそうな期間があるか調べてみましょう。最強のパターン A を倒せる期間を探すぜ！といっても、そんなに難しい話ではなくて、おそらくリーマンショックがあった2008年が、6年目から10年目に入ってくる状況がパターン A にとっては一番不利になると考えられます。全部試してみたところ、2008年を6年目に入れた場合が一番パターン B が有利になったので、結果を見ていきましょう。イメージしやすいように、パターン A で積み立てているのを A 太くん、パターン B で積み立てているのを B 子ちゃんとします。スマップの世界に一つだけの花が発売された2003年に2人同時に積み立てスタートです。当然入金力が大きく違うので、年々差は広がっていって、2007年に A 太くんの積み立ては終了します。この時点での評価額は、A 太くんが2421万円、B 子ちゃんは1210万円です。差が半分なのは入金力が半分なので当然ですね。A 太くんは元本1800万円に対して620万円くらいプラスになっているので上機嫌です。あれ？ B 子ちゃんは310万円しかプラスじゃないんだね。ふふんって感じです。ナンバーワンにならなくてもいいと散々聞いた年に投資を始めたにもかかわらずマウントを取り始めています。人間はどうしてこうも比べたがるんだ。ただ、その後、瑛太君には悲劇が訪れます。2008年のリーマンショックですね。もちろん、B子ちゃんもダメージは受けますけど、安くなったところでもコツコツ買っていけるので、瑛太君よりは精神的には安定できそうですね。そして、B子ちゃんも積み立て終了した2012年終了時点、瑛太君の評価額は2045万円。B子ちゃんの評価額は2164万円で、B子ちゃんが上回りました。当たり前ですけど、積み立て終了時点での差はもうひっくり返ることはありません。その後は相場が 10% 上昇したらどちらも同じように 10% 上昇するだけですし、 5% 下落したらどちらも同じように 5% 下落するだけです。2022年時点で 瑛太君の評価額は1億147万円、B子ちゃんの評価額は1億738万円になっています。ちなみにこのケースだと何年後であろうと 瑛太君の評価額は常に B子ちゃんの評価額よりも 5.5% くらい少なくなります。さて、この検証結果を見て皆さんはどう思いましたか？個人的には、リーマンショックという大きな金融危機を入れた割に、そこまで大きな差は開いていないかなという印象です。とはいえ、もちろん、もし6年目から10年目が継続的に発生している長い大暴落相場だったらもっと差はつきます。ただ、過去の歴史上、5年も悪い相場が続くことはほぼないので、たまたま6年目から10年目にそれが起こってしまう可能性と、1年目から5年目に集中投資して勝てる可能性を比べたら、普通に考えればパターン A が有利だと考えるのが自然だと思います。補足1、過去を探せば早く積み立てした方がリターンが劣るケースはいっぱい見つかる。さっきはリーマンショックが6年目に発生した場合のパターン A とパターン B ではパターン A が下回ってしまうという例を出しました。ただ、もっと古い歴史も遡れば、積み立て期間が短い場合の方が負けてしまうケースも間違いなくあります。特に今回はパターン A は積み立て期間5年、パターン B は積み立て期間10年としていますけど、実際は6年で積み立て終わるパターンもあれば、7年で積み立て終わるパターンもありますよね。この期間の差が少ないほど逆の結果も起こりやすくなるので、5年パターンと6年パターンで検証したら多分ひっくり返るケースもたくさん出てくるはずです。ただ、過去の相場においては、できるだけ短い期間で積み立てた方が勝率が高くなるのは間違いありません。これは1973年以前のデータを含めたとしても同じことです。もちろん、2024年からの期間が5年で積み立てるのが最適解になるのか、6年で積み立てるのが最適解になるのか、7年で積み立てるのが最適解になるかはわかりません。でも少なくとも過去の長い歴史において勝率が高かったのはできるだけ早く投資することだったので、おそらく私は自分にできる最速で1800万円の非課税枠を埋めると思います。補足2。今回のシミュレーションは新NISAで投資できる1800万円に特化したものである。実際は5年で1800万円投資した後に全く投資をしない人なんて少ないですよね。おそらく特定口座で投資をするので、基本的には入金力が高い人間が資産を大きく増やせる可能性は高いです。今回の検証は資産全体の成長を見る上でのシミュレーションではないことは理解しておいてください。ただ、今回のシミュレーションを見ることで、早めに投資するのが過去のデータ的には最適解というのがより納得しやすくなるんじゃないかなとは思います。補足3、新NISAの最速での積立期間5年というのは十分に分散ができている。本にも書いていますし、かなり初期の動画でも言っていますけど、私はまとまった資金があるけど一括で投資するのが怖いっていう人には3年くらいかけて分割して投資することをお勧めしています。もちろん一括で投資するのが一番いいとは思いますけど、すぐ暴落したらめちゃめちゃ気分が悪いですよね。投資初心者の方とかだと、下手したら狼狽して全て売却してしまうかもしれません。かといって、5年も10年もかけていたら、一括投資より悪くなる可能性がどんどん上がっていきます。投資に慣れるためにも、暴落リスクを考えるにしても、ちょうどいいのが3年くらいじゃないかなという考えです。新NISAの場合、1800万円というかなり大きな金額を最低でも5年もかけて分散するから、かなり安心できる気はするんですよね。なので、私の考えとしては、毎年何も考えずに全力で360万円を目標に積み立て続けるのが一番いいと思います。以上、世界一わかりやすい新NISAシミュレーションでした。このチャンネルでは節約とか投資とかお金に関するお話をいろいろとしています。一緒にお勉強してくださる方は他の動画も見ていってください。最後までご視聴していただきありがとうございました。